えー、今日のおっさんの晩ご飯は、この前作り置きしておいた、あのー、豚の生姜焼き。あと米は0.5合。そして、えー、また、サバ。サラダ。お酢入り。味、え、噌、ー、汁とみかんと。また、キムチ納豆です。あと、お豆腐です、えー。今日は、会社、辞めて、えー あの新しい会社に必要な書類を、あのー、揃えてきました、はあ、疲れましたもうね頑張りますね本当は続けたかったんですよね本当に福利厚生もしっかりしてる会社だったしただ本当にね毎日ね4 0 0キロのものをね運んだりするのが脳梗塞してるときついっすね だから今は本当に体調も良くなってきたしこの動画見てくれてる人もなんか「俺ちょっと元気出てきましたね」って言ってくれてる人もいるしえちょっとは体が軽くなるんで次の会社は、えー、2月1日ですでとりあえず書けるものも書類は書いといたんで、えー、来週、えー、2回行けたら城ヶ島行きたいと思いますではいただきまーす